木小弓、木の弓は、古墳時代の皇族、騎士の一人。木田取、または、騎士路上、または、企画の子。子に、大岩がいる。有力天皇九年、有力天皇の命で、蘇我漢氏、大友団、小華美スクネラと白木を成伐するために、朝鮮へ渡った。その際に、自分は妻を亡くしたばかりで、自分の身の回りの世話をしてくれる者がいないので、 そのことを天皇に伝えてくださいと大連の大友質屋を介して伝えさえた。天皇は気の毒に思い、小弓の面倒を見るようにと、日々上道うねめ大会を与えた。白木に入国してからの小弓の活躍は目覚ましいものであったが、残兵の抵抗に苦戦し、大友団らが戦死した。残兵も自然に退却していったが、彼も白木で病死した。 小弓にあてがわれた大会はもに服するため、日本へ帰ったが、どこに埋葬すればよいのかわからない、と大連の室屋に相談した。室屋の相乗により、天皇は小弓の功績を称え、小弓と大友氏の領地が同じ国にあり、隣り合っているところから、接点であるタミリン EU に作るよう指示した。大会は、喜んで、六人の家人を室屋に献上した。 小弓戸とともに半島に派遣されたソロクヒスクネは、小弓のもに服するため帰国し、各国に泊まった。そして、八田鏡を室屋に献上して、自分は、貴郷とともに天朝にお使いすることができません。それでどうかこの各国に在留させてくださいと申し上げた。そして、ソロクビは、各心の祖先となった。大友氏の山和国での本拠地は、 奈良盆地東南部の四季軍、十四軍で、騎士の根拠地は、盆地西南部のヘグリ軍であり、近隣とは言えないが、大友氏は、摂津国、泉国にも発展しており、騎士も、木の国を本拠地としている。騎士と市用の研究によると、伊名草軍、長軍で漁師の勢力の分布が重複することがわかり、丹野輪も、漁師の勢力圏の接点だということができる。丹には、 水人天皇の御子である五十慶時期入彦命の墓とされる宇多美墓のほか、西涼古墳、西小山古墳といった前方公園墳があり、応神天皇陵や仁徳天皇陵以降のものと推定されている。末永正雄の研究によれば、西小山陵古墳湿土の近藤相馬美佐漆付け兜には、大陸系、半島系の技法が伺われるという。ありがとうございます。